お昼を狙うっていう話があったんですけど、どっちかっていうとだからラジオっぽい、ラジオっぽい、ラジオだよ誤解ないようにね。あ、確かにラジオですけどね、うん、おしゃれな曲を紹介する番組風にやってみたら人気出るんじゃないかな、うん、そうです。なんで彼らあんなねっとりした喋り方が好きなんですかね。それは誰かが最初に始めたんじゃないかな誰かがやったらあれだって。あれはいわゆるおしゃれ喋りってやつなんですかね。おしゃれ喋りな。はい、皆さん今夜はこの曲をお届けします。外国のその番組がそうだったんじゃない、ひょっとしたら。それを日本人が真似するとこういう感じになったんじゃない、外国のダンディーな喋り、なんかちょっと女常に口説いてるみたいな感じの。そうだね、うん、悪い言葉しか出ないね、ということで年度末3月に突入しましたよ。はい、はい、早いもんですね、そんな中ね、ラジオ社ネームはあやらぶさんです、中村さん、会社さん、こんばんは。以前放送で言っていたプレミアムログインなどのガチャ以外の課金で有利になるシステムがもっと増えればいいという話はすごく面白かったです、うんうん、私もいろいろなスマホゲーをプレイしたことありますが、ガチャしか課金要素がないゲームが多く、お金払うからここ便利にしてほしいなと思ったことは多々あります。いや、わかる。お二人はアナムネシスでお金払うからここ便利にしてほしいなと思うとこありますか。え、死ぬほどあるよ、うん、ちなみに私はクエストの報酬枠が増えると言ったらサービスとか欲しいですみたいな、まあもろもろ書いてありますけども、うんうん、まあそういう本当そういうことよ、他のタイトルとかですでに実装されているものもあるんですけど、うん、クエストやった券っていうのはね、それ超欲しい。クエストやった券っていうのがあるんですよ、クエストに行きます、クエストやった券を使いますか、使う、何枚使いますか、10枚使うって言ったら10回行ったことになって、急に、その後のリザルトに入るんですよ。10回回した分の報酬が、10回そのクエストに行った分の報酬とか経験値とかピーンって入ってっていう。神かよ、まあ、だから完全な時短だよね、でもそれをただ単に、1枚例えば石10個ですとかでストレートに買えるようになるとそういうゲームになっちゃうから、なんかそこら辺はね、俺がやってたゲームとかだと、あの期間ごととか、あと10連ガチャをやると、あのサービスで何枚かもらえるとか、そういう、あとそのいわゆるさっき言ったプレミアムログインでね、の人には何枚か1日1枚ずつを配られるとか、そういうことだよね。まあ死ぬほどあるとは言いましたけれども、もちろん前提としてそれはまあ要求しようとのいくらでも快適化は要求できる。ただそれをやりすぎちゃうとゲームとしてがもはや概念と化してしまうじゃないですか。そうなんだよね、やらずに済むゲームっていう概念になっちゃうので、そこのバランス取りは非常に難しいと思うんですけれども、特にね、俺が思うのはね、この間あまりこうスマホゲーを作ってないメーカーのプロデューサーと話した時にも言われて、スマホゲーって何がいいんですか、どういう点が長野さん遊んでていいと思うんですかって言われて、ほっとけるところみたいなあ、でも分からなくはないな、分からなくない、分からなくない、この雑魚戦で戦略を組み立てて戦うことに僕たちは疲れてしまったのかもしれないみたいなさ、そうそうそう、なんだろうな、あの生活の一部に組み込める点、あの要はさ、携帯電話で遊ぶ前提ってことはさ、ながらプレイができた方がいいんだよね、だから頑張って作り込まられてもながらができなくなってくると遊びにくいなって、他はユーザーのわがままなんだけど、そこの塩梅がうまくいくと、まあ、僕らとしてはあのゲーム面白いよって言ってるかもなっていう。なんだってね、まあ、ずっとスマホを見つめてなきゃ遊べないってなると、それ専用の時間を作らなきゃいけない、それはもう無理じゃないですか、忙しい現代人には。いわゆるスマホゲーに絶対あるオート戦闘っていうのはそうじゃない、オート戦闘って今までの昔の、考えから言ったらもうじゃあやることないじゃないかってなってたけどさ、でもやっぱファミコンからどんどん進化するときに戦闘オートね、ドラクエ4で AI が入ってから、オート戦闘ってちょこちょこ入るようになったからね、あれはやっぱ便利なんだよね。元をたどればもうこのただ通常攻撃繰り返すだけでも便利でしたからね。便利便利。今回まあ、アナムネシスに実装されたプレミアムログイン、あれもだいぶいいんですけど、俺もっと金払わせてほしい、頼むから、前でも言ってたね、もっと石増やしてくれもっと金払うから1日にもらえる石の量をもっと増やしてくれっていう、もうちょっとサービスのパワーを上げてくれと、あの貧民、平民、
符号トライ力、その名称は無理名称はちょっと別途考えますけど、俺符号ランクに課金するから、うん、平民どもは平民に課金しりゃいいんですよ、うんうんうん、俺は符号ランクに課金するからもっと上のやつ作ってくれっていう、うん、そうね、今のは平民ランクじゃないですか、今のプレミアログインって平民なのかな、そう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 、うん、でもその名称は使ってないからね皆さん気をつけてくださいね、これは梶田さんの使った言葉ですからね、違いますからね、ラジオで言っちゃったけど違いますからね、それでは早速始めていきますよ。改めまして中村です。マフィアガジャです。はい、フリートークにちょっと行きますか。今日ね、うん、ここの前の現場、うん、前の現場というか、まあ、今日会った現場でね、天宮そらさんと一緒だったんですけど、はいはいはい、急にね、はい、あって言い出して、ほう、どうしたんだろうと思ったらね、ほう、私今日靴を左右履き間違えてきましたって。え、左右違う靴履いてたのちょっと、本当に本当にあれ右と左違う靴履いてるよって俺もまあ言われて気づいたんだけど、はあ、それで本人がこんなことがみたいな動揺しててちょっと疲れてるのかもしれませんみたいな、いやなってたんだけど、それやばいな。いやでも、うん、どういう流れで左右違うの履くって話になった時に、うんうんうん、まあブーツだったから、はい、左を履いた後、うん、あの右をなんかパッと取っちゃったんですかねみたいな、いやあのスニーカーはほら置いてあるところに足を突っ込ませるじゃない、ブーツって手に持って履くじゃない、はいはい、だからそれで左足のを取って、うん、右足のはなんかちょっと違う方から取ったのかなって本人は言ってたよ。それってそっくりな靴でした？左右似てなくはないけど、うん、違うものでしたよあと聞いたらそれ左右の高低差はってさ結構違いますって言ってたもん。それ歩いてきて仕事してて歩きにくいなと思ったらしい中村さんと仕事しててやっと気づいた。そうだね。アフレコ中に。いやー。かわいいよね。感想それでいいですか？こうやって言ったらまとまるかなと。ちなみにこれあの本人にちゃんと今日ラジオあるから話していいって言ったらお手柔らかにって言われてるから大丈夫。許可と優しいな。俺も今日自分が疲れてるなって自覚したなんかエピソードがあって。おお、何？パンツ履いてない。それはたまにわざとやってます。わざとやる。開けや。ハンコを請求書に押してたんですよ。はいはいはい。で、ハンコこれ主肉につけるじゃないですか。あれ、なんか違うなと思ってたら、俺ハンコの背中の部分主肉に押し付けてて。背中ってなんだ？つまりハンコの名前書いてない方です。あ、上の部分？はい。持ち手の上の、自分のその名前、例えばマフィアカジタっていうインク、彫りがこんなだよっていうシールが貼ってるやつ、うん、いやもうシールですらないです、なんか丸くなってて、ああそのタイプ、そのタイプですそこをグリ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 してたらその後持ったら手ばっかじゃん、うん、なんか違うって思う、すげえ疲れてるでもその天宮さんの話を聞いて俺なんかまだ大したもんじゃないそうだね、靴履き替えんの靴履き替えんの必死で本人はでも、うん、皆さんないですかって言ってたよ、ないだからちょっとないかなって、うん、無慈悲なようだけどもそれは君だけだ、そうあと俺がハンドクリームを使ってたら、あそういうの使うんですねって言われて、あちょっと乾燥肌で割れちゃうからねって言ったのね、うん、そしたらやっぱり手は乾燥してない方がいいですかねって言い出して、うんうん、何言ってんだろうと思って見たらね、すごい手がねカサカサだったの、手ガサガサですか、天宮さん手ガサガサだったんですよ嘘だろうと思ったんだけど、俺も。嘘？若い女の子がそれダメだよ。それでガッサガサじゃんって言ったら、私、手を一日何回も洗っちゃうから、はいはいはい、ハンドクリームをもうつけても落ちちゃうから、めんどくさくなってつけなくなったんです。ガサガサってダメですかねって言ってたから、CM でやたら潤いなんとかって言ってる以上、世間はそっちだと思うよって言ったら。説明がうまい。そしたら、ハンドクリームもらえますかって言われた。ああ、もうそうね。手、持ってもないんじゃねみたいな。かわいい。あ、かわいかったでしょ、かわいいね。その後言ったのも面白かった。唇はどうですかねって言って。唇もひょっとしてカサカサなのって言ったら、カサカサなんですけどって。え、それ、中村さん、貸してくれませんかって言わなかった。あ、そう、俺はリップ貸そうかという準備も、ナッキーにしろあらずだったけど、リップは持ってましたよ。さすがに。よかった。そこで、リップ貸してもらえませんかとか言ってて、さすがに頭を疑うところだったんです、うん、頭を疑うし、俺はここで何言い出してるんだって。天宮ファンをどうしたいんだって感じが、牽制してるみたいな。そんな言わないです。うん、中村さんにとばっちりなく。そうそう、俺自爆してるじゃん。なんか知んないけど、さあ来いよ、みたいなって。面白い。いや、天宮さん面白いな。天宮さんはね、本当面白い。
白い。いや俺まだ会ったことないですけど、そんな面白い人だったんですね。もしそうなんか会うことあったら、ちょっとね、引っ込み思案な子ですから、こっちから接してあげると話してくれますよ。ちょっと中村さんから聞いたんだけどつって。そうやめろよ。いやこのビジュアルか。そうだな、このビジュアルはもう引っ込み思案とかそんなレベルじゃねえな。中村さんが君の手ガッサリ。やめろ。やめろ。俺悪く言ってるみたいな。やめろよ。可愛いからね。可愛いっすね。そらちゃん可愛いね。いやーすごいアニメキャラみたい。だから、はい、左を履いた後、右をなんかパッと取っちゃったんですかねみたいな。いやスニーカーはほら、置いてあるところに足を突っ込ませるじゃない。ブーツって手に持って履くじゃない。だからそれで左足のを取って、右足のはなんかちょっと違う方から取ったのかなって本人は言ってたよ。それってそっくりな靴でした？左右。似てなくはないけど、違うものでしたよ。あと聞いたら、それ左右の高低差はってさ、結構違いますって言ってたもん。それ歩いてきて仕事してて、歩きにくいなと思ったらしい。中村さんと仕事しててやっと気づいた。そうだね、アフレコ中に。いやー可愛いよね。感想それでいいですか。こうやって言ったらまとまるかなと。ちなみにこれ本人にちゃんと今日ラジオあるから話していいっつったら、お手柔らかにって言われてるから大丈夫。許可と優しいな。俺も今日自分が疲れてるなって自覚したなんかエピソードがあって。お、何？パンツ履いてない。それはたまにわざとやってます。わざとやる。履けや。ハンコを請求書に押してたんですよ。はいはいはい、はい、でハンコこれ手肉につけるじゃないですか。あれなんか違うなと思ってたら、俺ハンコの背中の部分手肉に押し付けてて。背中ってなんだ。つまりハンコの名前書いてない方です。あ、上の部分。はい。持ち手の上の、自分のその名前、例えばマフィアカジタっていうインク、彫りが、こんなだよっていうシールが貼ってるやつ？いや、もうシールですらないです。なんか丸くなってて。あ、そのタイプ？そのタイプです。そこをグリグリしてた。グリングリしてたろ。その後持ったら手ばっかじゃん。なんか違うって思う。すげえ疲れてる。でも、その天宮さんの話を聞いて、俺なんかまだ大したもんじゃない。そうだね。靴履き替えんの。靴履き替えんの。必死で本人はでも、皆さんないですかって言ってたよ。ない。だから、ちょっとないかなって。無慈悲なようだけども、それは君だけだ。そう。あと、俺がハンドクリームを使ってたら、そういうの使うんですねって言われて、ちょっと乾燥肌で割れちゃうからねって言ったのね。そしたら、やっぱり手は乾燥してない方がいいですかねって言い出して、何言ってんだろうと思って見たらね、すごい手がね、カサカサだったの。手ガサガサなんですか？天宮さん手ガサガサだったんですよ。嘘だろうと思ったんだけど俺も。嘘？若い女の子がそれダメだよ。それでガサガサじゃんって言ったら、私、手を一日何回も洗っちゃうから、ハンドクリームをもうつけても落ちちゃうから、めんどくさくなってつけなくなったんです。ガサガサってダメですかねって言ってたから、CM でやたら潤いなんとかって言ってる以上、世間はそっちだと思うよって言ったら。説明がうまい。そしたら、ハンドクリームもらえますかって言われて。ああ、もうそうね、手持ってもないんじゃねみたいな。かわいい。あ、かわいかったでしょ。かわいいね。その後言ったのも面白かった。唇はどうですか？そうだったんじゃない？そしたら。それを日本人が真似すると、こういう感じになったんじゃない？外国のダンディーな喋り、なんかちょっと女常に口説いてるみたいな感じの。そうだね、うん、悪い言葉しか出ないね。ということで年度末3月に突入しましたよ。はい、はい、早いもんですね。そんな中ね、ラジオ社ネームあやらぶさんです、うん、中村さん、会社さん、こんばんは。以前放送で言っていたプレミアムログインなどのガチャ以外の課金で有利になるシステムがもっと増えればいいという話はすごく面白かったです。私もいろいろなスマホゲーをプレイしたことありますが、ガチャしか課金要素がないゲームが多く、お金払うからここ便利にしてほしいなと思ったことは多々あります。いや、わかる。お二人はアナムネシスでお金払うからここ便利にしてほしいなと思うとこありますか？死ぬほどあるよ。うん、ちなみに私はクエストの報酬枠が増えると言ったらサービスとか欲しいですみたいな。いいね、まあもろもろ書いてありますけども、まあそういう本当そういうことよ。他のタイトルとかですでに実装されているものもあるんですけど、クエストやった券っていうのはね、
それ超欲しい。クエストやった券っていうのがあるんですよ、クエストに行きます、クエストやった券を使いますか、使う、何枚使いますか、10枚使うって言ったら10回行ったことになって、急にその後のリザルトに入るんですよ。10回回した分の報酬が、10回そのクエストに行った分の報酬とか経験値とかピーンって入ってっていう。神かよ。まあ、だから完全な時短だよね、でもそれをただ単に、1枚、例えば石10個ですとかでストレートに変えるようになると、そういうゲームになっちゃうから、なんかそこら辺はね、俺がやってたゲームとかだと期間ごととか、あと10連ガチャをやると、サービスで何枚かもらえるとか、そういう、あとそのいわゆるさっき言ったプレミアムログインでね、の人には何枚か1日1枚ずつを配られるとか、そういうことだよね。まあ死ぬほどあるとは言いましたけれども、もちろん前提としてそれはまあ要求しようともいくらでも快適感は要求できる。ただそれをやりすぎちゃうとゲームとしてがもはや概念と化してしまうじゃないですか。そうなんだよね。やらずに済むゲームっていう概念になっちゃうので、そこのバランス取りは非常に難しいと思うんですけれども、特にね、俺が思うのはね、この間あまりこうスマホゲーを作ってないメーカーのプロデューサーと話した時にも言われて、スマホゲーって何がいいんですか、どういう点が長野さん遊んでていいと思うんですかって言われて、ほっとけるところみたいなあーでも分からなくはないな、分からなくない、分からなくない、この雑魚戦で戦略を組み立てて戦うことに僕たちは疲れてしまったのかもしれないみたいなさ、そうなんだろうな、生活の一部に組み込める点、要はさ、昔のね考えから言ったら、もうじゃあやることないじゃないかってなってたけどさ、でもやっぱファミコンからどんどん進化するときに、戦闘オートね、ドラクエ4で AI が入ってから、オート戦闘ってちょこちょこ入るようになったからね、あれはやっぱ便利なんだよね。元をたどればもう、ただ通常攻撃繰り返すだけでも便利でしたからね。便利。今回、アナムレスに実装されたプレミアムログイン、あれもだいぶいいんですけど、俺もっと金払わせてほしい、頼むから、もっと石増やしてくれもっと金払うから1日にもらえる石の量をもっと増やしてくれもっと、もうちょっとサービスのパワーを上げてくれと、貧民、平民、富豪、その名称は無理名称はちょっと別途考えますけど、俺富豪ランクに課金するから、平民どもは平民に課金しりゃいいんですよ、俺は富豪ランクに課金するからもっと上のやつ作ってくれっていう、そうね、今のは平民ランクじゃないですか、今のプレミアムログインって平民なのかな、そう、でもその名称は使ってないからね皆さん気をつけてくださいね、これは梶田さんの使った言葉ですからね、違いますからね、ラジオで言っちゃったけど違いますからね。それでは早速始めていきますよ。改めまして中村です。マフィアガジョです。はい、フリートークにちょっと行きますか。今日ね、ここの前の現場、前の現場というか、今日会った現場でね、雨宮そらさんと一緒だったんですけど、急にね、あっって言い出して、ほう、どうしたんだろうと思ったらね、ほう、私今日靴を左右履き間違えてきましたって。え、左右違う靴履いてたの？本当に？本当に、あれ右と左違う靴履いてるよって俺も言われて気づいたんだけど、それで本人がこんなことがみたいな動揺しててちょっと疲れてるのかもしれませんみたいな、いやなってたんだけど、それやばいな。いやでも、どういう流れで左右違うの履くって話になった時に、ブーツだったから、左を履いた後、右をなんかパッと取っちゃったんですかねみたいな。いやスニーカーはほら、置いてあるところに足を突っ込ませるじゃない。ブーツって手に持って履くじゃない。だから、それで、左足のを取って、右足のはなんかちょっと違う方から取ったのかなって本人は言ってたよ。それって、そっくりな靴でした？左右。似てなくはないけど、違うものでしたよ。あと、聞いたら、それ左右の高低差はってさ、結構違いますって言ってたもん。それ歩いてきて、仕事してて、歩きにくいなと思ったらしい。中村さんと仕事しててやっと気づいた。そうだね。アフレコ中に。いやー。かわいいよね。感想それでいいっすか？こうやって言ったらまとまるかなと。ちなみにこれ本人にちゃんと、今日ラジオあるから話していいって言ったら、お手柔らかにって言われてるから大丈夫。許可と優しいな。俺も今日、自分が疲れてるなって自覚して、